こんばんは、さかりょうです。今日はシールが増えすぎてしまっているので、シール帳の整理をしたいと思います。際限なくやってしまうといつまでも時間がかかってしまうので、タイマー30分セットしてやります。タイマーストップウォッチを間違って起動しちゃった。はい、30分スタートしました。で、私今シール帳この3冊持っているんですけど、全部無印良品のノートカバーで作ったものです。で、全部ね、システム手帳のバインダー金具をつけています。これとこれが B6 サイズのノートカバーにバイブルサイズのバインダー金具つけてます。こっちは A5 スリムのノートカバーに A5 のバインダーつけています。はい。で、これとこれはね、ストックです。一応こっちがシートシールで、こっちがフレークシールっていう風になんとなく分けていて、で、これは机のそばに置いておいて、すぐパッと使えるようにしているものです。なのでこれはシートシールもあれば、フレークシールもあるし、で、こっちは切ったとかマステとかもありますという感じです。で、このストックの方がね、ちょっとカオスな状況になってしまっているんですよね。はい、まずこれはキラキラしてるけど、この緑の転写シールですね。それとこれがハイタイドのツインクルステッカーですね。どっちもキラキラしてるやつ、このポケットに入れたまんまなんですけど、これどうしようかな。これはでもね、出してしまうとなんか当たった時に剥がれてしまいそうなので、多分これのパッケージに入れたまんまにしてるんですよね。こっちもね、どうしようかな。このまんまだと使わないような気がするけど、ちょっとこれは保留、キラキラしすぎるのでちょっと保留しておきます。はい。で、これはいいとして、こっちはね、そうなんです、シートシールなんですけど、まあ、こうやって貼っておいて、こっちの普段使う用の、まあ、ここがねなくなったらこっちから移動みたいにしています。で、今見た感じ、この大きいやつが減っていますね。なのでちょっと移動しましょう。ワンシート、一応これ剥がせるテープのりを貼っています。で、こんな風に移動して、で、これはまだあるね。これは使ってないのかな。これはこれか。はい、これも移動します。ちょっと表に貼り切らなかった枚数の、シートの枚数が多いシールはこうやって両面に貼っていますね。これは多分長くてこっちかこっちに入らないのでここにしていますが、そうなるとあんまり使わないのよね。はい、これも多分そうですね。移動しきれないものがこっちにあったりして、これはまだありましたね。これもまだある。これ結構そうだね、8枚入ってるから。そしてこれはパッケージに入れた状態でここをカットしていますね。これはテムで買った丸シール
めっちゃピンクだけど、はい、でこれはフレークシールですね、メッセージシールで、これここまでか、これが開いてる。そしてこれはもうパッケージから出すのがめんどくさくって、このリングシールを貼っていますね。どうしようかな、これはマンスリーとかに貼るやつで、買ったやつで、このトラベラーズノートの2024年のステッカー、もったいなすぎて全然使っていません。どうしようかな、はい、でここに日付のシールが入っていますね。これはセリアで買ったやつで、これはダイソーで買ったやつ。これちょっとね、あの今年は私日付が入っている手帳ばっかりなので、来年ちょっとね使おうかなって今考えているとこ。これどうしようか、多分そうか、でもこのまんまだと絶対使わないよね。こっちはいいとして、これはここをカットしておこうかな。で、そうすることで取り出せるので、これかわいいですよね、ダイソーの。こうしてたかな、はい、でこれどうしようかな、これもこのまんまだと絶対使わないですよね。これはちょっと移動しよう。で、この紙が3枚あるので、一旦これどうしようかな、ストックにこれを移しちゃうと、これはもう使いたいよね、使える方に入れようかな。で問題はこれなのよね、このファインブックで購入した福袋全部違うので、これだけ一緒なのか。どうしようかな、ちょっとこれもね、やっぱり写そう、これもちょっとなので、うん、このストックの方、普段ほとんど開かないからストックに置いとくと使わないんですよね。でこれらはちょっと手帳のマンスリーを飾りつけるときに使うものなので、ここでこれは普段は使わないからいいとして、とりあえずストックはこんな感じで、じゃあさっきのこれをどうするかよね。これをこれにつけようかな、さっきのリング剥がれるかな。この辺でいいかしら。ここと
ここで、あ、ずれちゃった。難しいなこれ。ここで閉じれるかな。在庫あったっけ。あとこれも剥がして、どっちだ。在庫はあまりない。多分これだけで終わりだ。この2枚はいいとして、これどうしようかな。これはこれにくっつけようか。なので一旦こうやって、そしてこれはこっちに。これは上が空いてるんだよね。そしてどうかな、削れそうかな、ちょっとわかんない。一旦入れよう。こうやって重ねて貼ってしまえばいいかな。それでこれにつくかどうかよね。テープのりはどうだろう、つかないかもしれない。つかないね。つきません、つきませんので、この紙はもう諦めよう。両面テープね、このプッシュカットに入れると本当に使いやすいです。両面テープのカッター、こういう紙のケースに両面テープって入ってて、カッターがついてるじゃないですか。あのカッターだとすごく切りにくいなぁと私は思っていて、プッシュカットに入れたことでストレスがなくなりました。はい、こんな感じでちょっとシートにつけて使えるようにしておきましょう。はい、一旦このストックはこれで終わり。もう結構な厚さになってしまって、ちょっとね大変です。で、結局これをこっちに貼りたいのよね。貼れるかな。ただ紙がないんだよね。これが使えるかな。よいしょ、いけそうですね。
これは何をしているかというと、ここにあのテープのりの粘着が残ってしまったので、マスキングテープでカバーしている状態です。これでいいかな。これもちょっと面倒なので両面テープで貼ってしまいましょう。でこれが何なのかを貼る必要があるかな、どうかな。こうやって何なのかっていうのを台紙も一応貼るようにはしてるんですけど、シートシール、ゴロネアニマル、ペンギン。で、あとはこの部分を貼っておけば大丈夫かな。で、これはどこに置こうかな。ここにしよう。そしてこれね、これどこで買ったんだっけ、ダイソーかな。ちょっと何かを買ったついでに見つけて買ったのかもしれない。多分紹介はしてないと思いますが、こういうのとこういうのとこういうのが入ってますね。素材が違う3シート入りゴールド箔加工、素材が異なる3枚のシートが入っています。これは透明素材でゴールド箔ですね。これってわざとずれてるのね。でこれは紙素材のゴールド箔、紙ですね。これがトレーシング素材ってなってます。これは、株式会社元林のやつですね。どうしようかな、これ。そもそも、ちょっとギリギリっぽい。確か、これ終わってるよね。これはひとときの大きめシールを貼っていたやつで、これに、わあでもちょっとはみ出てしまうな。カットするか。両方カットかな。まっすぐカットできない私。これでギリギリ入りますね。これはちょっとここが厳しいな。これははみ出てもしょうがないかな。これもちょっとギリギリすぎて厳しい。どうかな。
こんな感じで。これはね、見えない。これでいけるかな。これもテープのりは塗りっぽいので、どうだろう、穴にとりあえずかからないように、私なんで買ったんだろうその時はこれいいなって思ったんでしょうね。ちょっと下がはみ出ちゃった、大丈夫かな。でもう一枚はちょっと裏に貼ります。なんか多分3種類も入ってるお買い得みたいなそういう気持ちになったのかしら。はい、これでいいかな。これはどこに置きましょう。これはここでいいかな。あれ、あ、びっくりした。台紙どうしようかな。これだよね。そもそもここにはまらない、はまらないが、とりあえずこれだけこれだけ貼っておこう。そしてこれらをすぐ使えるようにしなければ。これに貼り切る？できるね。じゃあこっちから、3枚移動して、よいしょ。あ、時間もうあと5分ぐらいしかない。よし、貼っていこう。これは多分テープのり大丈夫だよね。これは可愛すぎて、どういう場所で使えばいいのかな。とりあえず1日1ページの練習のところで使うか、もしくはちょっとこれはもう来年に取っておくかかな。これも大丈夫かな。ちょっとツルツルしてるけど、これがもし同じものが3シートとかだったら、
ストックの方にも回すと思うんですけど、これは2シートずつだったので、もう通常のところに閉じようと思います。そう、せっかく買ったのにこうやってすぐ使えるようにしとかないと、さっきのね、あの紫のシールとかみたいに、とかあのペンギンとかみたいに閉じたことも忘れてしまう、買ったことも忘れてしまうってなりがちなので、でこれはどうしようかな。当然入らないから、ここに、ここに貼れるかな。こうして、マステで貼ってもよかったかな。なんでテープのりにしちゃったんだろう。大丈夫かな。もし落ちてきたら考えよう。こっちも同じように、これはこれだけでいいか。こちらもこれだけでいいですね。その一応台紙もこんな風に、あれ終わっちゃったなんでこんな時に。これは詰め替えタイプなので、で開けてこんななってますね。これをカチッと入れて OK。 はい、残り1分あんまり片付けきれなかった。でこれをどこに入れようかな。ここで、この辺でいいかな。また順番はねちょっと変えるかもしれませんが、あんまりでもそんなにこだわりはないかなという感じで、で問題はこれだよね。これどうしようかな。これを全部閉じる、閉
じれるかどうかな。あ、ちょっと時間来ちゃった。ちょっとこれまでどうにかしよう。これに入れて挟んだとしてもここからいちいち出すのがめんどくさくなっちゃうんだよね絶対。こう今考えたのはこういうところに差し込んでおくっていうのを考えたけど、ここから出して広げてまたここから出してっていうのは多分絶対私使わなそうなので、これは16枚入っていたんですよね。紙が8枚あったかな。1、2、3、4、5、6、7、8あるね。よし、やりましょう。あの1枚に両面ずつ貼っていきたいと思います。で、特にもう貼る順番はこだわらない。この入っていた順番で、ま、もし変えたかったら後で変えるかもしれないけど、ま、ただこのドットシールは両面にした方がいいよね。置いて、で先にこれを後ろに貼ろう。いや、一気にねシールが増えてしまいました。いや、なんかシールが勝手に増えたみたいな言い方になってしまったけど、買ったのは私です。買うって決めたのも私です。全部自分全部自分で決めたんだ。はい、これもちょうど両面に貼ればいいですね。これはまあ福袋で買ったんだけど、通常商品であるのかな。もしこの中でなんかね、これすごいいいなって気に入ったものがあったら普通に買いたいなって思うかもしれないけど、通常であるのか、それとももう終売するものをこうね、あのばらして福袋に入れたのかちょっとわかんないんですが、なんかこれとこれは同じ感じにしようかな。で、分類を始めると都合ってしまう。これとこれは一緒で、じゃあこれとこれをこうしようか。はい、これは透明だよね。でもこのパインブックの福袋結構良かったので、またね、あのこれ使い切って、あれ貼れなかった、使い切ってまたもしね福袋があったらまた買いたいですが、これは大丈夫だね。
これは写真だよね。写真シールって感じで、最後何分オーバーしたかな、ちょっと止めちゃったので、最後がこのハート。はい、なんとか。貼りましたので、さっきのここに入れよう。前に入れればいいか。いや、もうちょっと閉じきれなくなりそうだな。これ何ミリリングだっけ、15、19、どっちだったかな。はい、もうちょっと結構パンパンになってしまいましたね。はい、でもなんとか、はい、これはまたこのペーパーファイルは違うものに何か使おうと思います。はい、よし、終わります終わる前に、はい、今日はですね、シール帳がちょっとシールが増えすぎてカオスな状態になりましたので整理をしましたが、30分でなか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 ね、片付きませんでした。そう、本当は これもね、どうにかしたかったんだけど、あれ、そう、これパッケージに入ったままなのでどうにかしたかったんだけど、ちょっとここまで行き着きませんでしたね。これもここに入れたままだもんね。はい、はい、まずこれはストックですね。マステじゃないや、フレークシール、とりあえず全部剥離紙に貼っています。剥離紙余ってる。これなんで私こっちに入れたんだろうか。これフレークシールじゃないよね。なんか勘違いしてる。で、これは先日いろいろバラしました、キャンドゥで買ったフレークシールね。これこの剥離紙に移していく作業をしないといけないのです。はい、これはそのフレークシールたちの台紙、とりあえずここに入れてますね。はい、そしてこっちはシートシールのストックです。こういった感じで、さっきちょっとこの辺は見せたので大丈夫ですよね。で、これを袋に入れたままの移しました。なのでこれもシートシールだから、これも本来こっちだよね。なんであっちに私はしまっていたのでしょうか。ここにしようかな。なるほど、これバイブルサイズのあれなのか、だからこっちに入れたのかな。はい、まあ、大丈夫でしょう。これちょっと閉じきれないな。時間がどんどん過ぎていく。はいですね、こっちはシートシールのストックでした。はい、でこれが普段使うシール帳ですね。はい、ドットシールとスクエアシール、これはタイルシールか、
タイルで日付シール、ドットシール、はい、ドットシールが続きます。ここからこっちだけですね。こっちに貼ってた方が使いやすいので、使いやすいのと探しやすいので、原則こちら片面に貼ってて、これは丸シールにスタンプをしたやつですね。はい、でフレークシールはこれ両面剥離紙のものは両面に貼っています。これは片面剥離紙なので片面だけですね。はい、両面だったり片面だったり、さっきこれは移動したもので、これが今時間をオーバーしてやったものですね。ちょっとね、片面だから使いにくいかもしれないし、もしかしたらこの下の方も止めた方がいいかもしれないですね。こうめくる時のことを考えると、うん、はい、これもパインブックのシートシールですね。はい、これがキャンドゥのフレークシール、この前、はい、ここも買っていくつもりです。はい、でこれはシートシールで、ここからはもう、はい、これは切ったですね。でフレークシールが来て、マステをカットしたもの、補充しないといけないな。はい、マステをカットしたものが続き、これはソーダをカットした、これもソーダですね。はい、これはロール付箋じゃなかった、これはあれか、あのメッセージカード型のシールで、大きめシールが来て、ダイソーのペンギンちゃん、これもダイソーのシートシール、これは緑の貼って剥がせるシールで、さっきあの移動したやつ、これキャンドゥで買ったやつだね、シートシール。はい、でこれは多分ちょっと貼り切らなかったから、もうここに入れてるんだと思います。ということで、これはチラッとインデックスとひとときでダウンロードしたし、はい、ということで以上です。はい、まあ、と片付けきらなかったものは徐々にあのフレークシール貼っていったりね、していきたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもいつも本当にありがとうございます。あと私はブログ、XQ、Twitter、Instagram、スレッズもやっています。概要欄にリンク貼っていますので、よろしければそちらにも遊びに来ていただけると嬉しいです。それではまた。